じゃあ3人目はウォーレン、ウォーレンです。きっと敗れました。考えましたね、はあ、引退考えましたね。まあそろそろ限界なのかなっていう。3連敗して、まあこのまま続けててもその先っていうか上見えないし、とても情けない心境です。ちょっと考えましたね、はあ、引退考えましたね。セコンド使わせてもらって、そういうことをつぶやいてたんですけど、なんで、ああもうダメかもしれないみたいなことを試合終わって控え室の時にちょっと言ってたんですよ。メールしても返事ないみたいな。時間にだらしないですよね。ああ、貯金できないです。いやでもクリエイターとしての要素はもう金揃えてる。いやクリーニングでつきなさい。お父さんを喜ばせてあげてくれっていう感じはありますよね。私も多分考えてるだろうと思いましたし、私たち親もあの負ける姿を見てると親は一番辛いですしね。1回戦に負けた時におそらく自分で判断するだろうなとは思ってました。子供3人の中では一番下なもんで、あの一番1回負けてそれは全部吹っ切れて、純粋に勝ちたいっていう気持ちが開き直ってやりますっていうのをメールか何かにもらって、っていうのは私の名前自分がつけた、私がつけたんですけど、心の強い子供にっていうことでね。リオが子供の頃に友達と喧嘩して小指の骨を折って帰ってきたんで、基本ちょっと喧嘩とかはもともとセンスはない。可愛がられるのが上手。僕はすごい慕ってます。セコダーセコダー、ボードリレーというのは喧嘩はしたことはないけれど、追い込まれて白羽になったとかっていうのは恐ろしいほどの力だ。ファンのその声援の応援と、あと本当に練習付き合ってくれるみんなと。笑ってんじゃねえよ。ニヤニヤすんな。はい。おいこの坊主。あー、見てやっせー。おい。そうですね。優勝できる気がしますね。はあ。
キロぐらいあるらしい。チャンピオンになって、チャンピオンになったら俺が今度はお願いする番だな。運がもう分かんないです本当に頑張ります。